11日、IYF が主催する第3回青少年部大臣フォーラムが、釜山練馬区エイペックハウスでありました。問題に対して浸透ある議論をした二十数カ国青少年部大臣らは国際的に協力し、問題の解決を約束しました。世界中で深刻化している青少年問題を診断し、その解決法案を議論する初の国際ネットワーク、世界青少年部大臣フォーラムが10日、釜山塗丸エイペックハウスで開かれました。世界青少年部大臣フォーラムは、青少年問題を国際的に共有して世界的な法案を願い、持続的に協力する交流の章として、今年で第3回目を迎えました。今回のフォーラムに参加した国は計16カ国、17名の大臣がセッションに分けて発表し、発表者以外にも約40名の各国政府関係者が参加しました。フォーラムのテーマは思考で作る国王の道。発表者らはこの時代の青少年が深い思考のために持つべき生活における態度と心構えについて発表しました。この日発表した大臣及び次官は、青少年が夢に対する自信を持ち、人々と幅広く交流する必要性を共通して主張しました。ガーナ教育部大臣は、青少年たちの声に耳を傾けるべきであり、心が未来を決定づけるため強い心を持つべきだと発表しました。また、ギニ教育部大臣は自身の青少年期を例に、自信と信頼に関する話をし、ライベリア教育部大臣は他の人と共感し疎通する方法について話しました。The forum is good, brought us together, different views, same theme, and we all are aspirants to good working together. We would like to help our youths to grow into better adults, people with a positive mind, to be able to contribute to the development of the various countries. この日、フォーラムには8日から開かれた大学生リーダーズフォーラムの参加者200数名が参加しました。This is my first time to participate in this leaders conference, and I was invited by my classmate, whose name is Park Young-hoon, is the president of IYF. And if this forum is beyond my expectation, because I never expect to have this kind of conference, the chance to attend this kind of conference. And also, I'm very glad that I have the chance to meet minister, because as you know, it's not easy to meet the minister from the country, especially the very high position minister in the country. So I feel very glad that I can participate in this conference. Thank you very much. 発表を終えた後、IYF の設立者であるパク・オクス顧問は、このフォーラムを通じ、青少年たちの心に希望と信頼を植えるとともに、IYF も持続的な努力を期すると伝えました。例年より多い国家の参加と関心を通じて発展する世界青少年部大臣フォーラムが、これから世界中の青少年たちの葛藤と問題を解決し、将来を変えることを期待します。グッドニューステレビでした。